計画。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、なかなか計画表立てられません。作れません。また計画表立てたはいいけども、それ実践できません。思うように学習続けれませんっていう方がいらっしゃったので、ちょっとそれについてね、共有できればと思います。今回は計画表の作り方、計画の立て方と、立てたはいいけども、やんなかったら意味ないんでね。じゃあどうやってそれをやれるか、続けることができるかっていうところをお伝えできればと思います。まずなんですけども、合格するためにどれくらい勉強しなきゃいけないのかっていうと、過去問10年分は、2回はやっといた方がいいでしょう。1回しかやらない人いるんですけども、1回でね、頭に入る人ってまずいないんですよ。やっぱり最低でも2回は繰り返す。本当はもっとやってほしいんですけどもね。最低2回にしましょう。で、予想もしもこれやっとかないと、やっぱりここでどれだけ自分で実力があるのかっていうのを一応確認するためにも、やっぱ予想模試はやっておかないといけない。で、大体やっぱ7月末までにはね、過去問10年分2回繰り返す。これは行ってください。で、8月ぐらいから、遅くても8月から、約2ヶ月半ぐらいかな、予想模試をやっていくと、いう流れになります。そうすると、今現状、この動画をね、あなたがいつ聞いてるかにもよるんですけども、今から例えば、じゃあ2月に聞きましたってなったら、2、3、4、5、6、7の6ヶ月あるんで、3ヶ月っていう風な大体大まかな計画できるじゃないですか。4月から始めるっていうのであれば、4、5、6、7と4ヶ月あるんで、2ヶ月っていう風に2回繰り返すっていう。そんな大きなイメージです。もちろんね、2回目の方が早く進めるんで、2回目の方が時間短縮はできるけども、大まかな計画はそんな感じですね。で、できればですね、過去問10年分、できれば分野別で行った方がいいです。で、分野別ないんですっていうのであれば、分野別で自分でピックアップしていく。もしくは分野別のやつを買う方がやっぱいいですね。なぜかっていうと、分野別でやっていかないと、関連付けっていうのがやるのが難しいんですよ。いわゆる例えば、意思表示の勉強をしました。でね、1問4択なんで4問やって、じゃあ次、全然違う代理の問題出てきましたってなってくると、ここのつながりってあんまりないんですよ。でも、例えば意思表示の勉強して詐欺が出てきました。次、脅迫出てきましたってなってくると、あれなんか前の問題と似たものあるなとかっていうふうに関連付けとか対比とかっていうのがやりやすくなってくるんですね。だから効率がいいんですよ。で、単にね、過去問解くだけじゃ意味がなくて、ちゃんと理解をしながらやっていくっていうのがすごく重要なんですね。その理解をしながら学習する理解学習っていうのは、別途動画でお伝えしてます。なんで、そちらの方でぜひご覧ください。単にね、過去問解く、丸暗記する、詰め込むっていうだけでは、全然実力が上がってきません。実際そういう方非常に多いです。でね、市販のテキストとか教材使ってる、もしくは予備校通ってる、通信講座、独学、みんなそうなんですけども、その宅建の教材だけで済ます方っていうのは大体理解学習できてない。なぜかっていうと理解すべき内容が記載されていないし、あと問題文の理解の仕方とかね、質問内容の確認の仕方知らない方がほとんど、そこに焦点を当てていない。その結果どうなるかっていうと、本試験で問題文自体がわからない。っていう風になって結果答えられない。で、得点できない。落ちちゃう。このね、典型的な不合格パターンに陥っちゃうので、理解学習の仕方はまた別途お伝えしてるんで、そちらの動画ちょっとご覧ください。だから、丸暗記学習じゃなくて、この2回はちゃんと理解学習を進めた上でってことですよ。丸暗記学習だったらいつまで経っても合格できないんで、計画立ててもね、立ててそれを今からお伝えするように実行しても実力が上がらなくて落ちちゃうってなっちゃいますんで、まずは理解学習はやっぱりね、基本にあるということは前提として頭に入れておきましょう。で、計画なんですけれども、ちょっと1日単位で立ててください。1日単位で。これやるべきことの明確化なんですけども、人ってやるべきことが明確になっていないとやらないんですよ。今日何をやろうかって考えてたらやらないですからね。結局また他ごと考えちゃって一日が終わっちゃうみたいになっちゃうので、今日何をやるのかっていうのはちゃんと明確にしておく。弊社の個別指導ではこのようにですね、ちょっと動画では見えないかな、細かすぎて。もう1日単位なんですよ。例えばこれ1月8日かな ?8 日は、このページやってくださいね。過去問はこのページ。テキストの該当ページはここです。で、意思表示ですね。次、翌日はこのページです。制限行為能力者の、部分ですみたいな感じで、1日単位全部、記載されているんですね、ずーっと。これはもう4月末かな、4月ぐらいまで、4月ぐらいまでこれ載ってます。で、もちろんね、これ終わったら次の新しい計画表を立てるっていう、私の方で立てるっていう形になってくるんですけども、これで1日単位だから、受講師さんはやってくれるんですよ。これがざっくりとしたものだとやらないです、正直。ざっくりな計画はやれない。だからちゃんと明確にしておくってことがすごく重要。だから、多少時間はかかるかもしれないけども、作っておきましょう。作んなかったらやらないんで、人は。で、次。じゃあ、作りましたよと。じゃあ、作ったら、じゃあ次はね、それを使いながら、毎日勉強を続けていかなきゃいけないわけですよね。どうするのか。計画表は毎日見てください。計画表は毎日見る。計画表を作りました。そこにポーンと置いといて、見ないってなったら、結局やらないんでね。ちゃんと毎日見る。じゃあ、そのためにどうするのかなんですよ。例えば、スマホにもう入れておく。そのデータを入れておく。っていう風なやり方ですね。弊社の受講師さんは、スマホに入れてる方いらっしゃいます。もうデータを入れておいて、もういつでもパッと、見れるようにしている。っていう形ですね。あと、手帳に挟んでおくとかね。もしくはもう手帳にそのもう計画表を記入していくでもいいですね。まあ、ただ、後で修正するんで、ね、計画立ったらいいけども、それうまいこといくって人はあんまりいないから、まあ、だいたい修正加えるんですよ。もう個別書でも修正も、ほとんどの人は加えます。加えていくので、手帳に直接書き込むのはなんかあれかなと思うんですけども、まあ、こういったものを手帳に挟んでおくとかね。あとはトイレに貼っておくとか、いうふうに、まあ、トイレに置いとくとか、いうふうにしとくといいと思います。実際私はどうやってやったかというと、これ計画表立てましたよね。で、これをもう常にポケットに入れてました。スーツのポケットとか、もう常にね、ポケットに入ってるんですよ。ポケットに。まあ、ぐちゃぐちゃになるけどね。まあ、別にぐちゃぐちゃになっても見れるからいいんで、常にもポケットに入れてました。でも選択しちゃったってなったらまた印刷するだけなんでね、私はこれ Excel で作ってますけども。っていう形ですね。だから常にやっぱり見れる状況、見れるようにしておかないと意味がないんで、ちゃんとそのように見れるようにしましょう。で、毎日見る。そしたら、ああ、今日これやんなきゃいけないのかってね、やっぱ頭の片隅に残るんですよ。で、やらなかったら、ああ、一日遅れたな、ああ、ちゃんとやんなきゃなっていうふうに思いますし、このままじゃちょっとまずくないかとか、もう1週間も遅れてんぞ、みたいな。これまずいと。このまんまじゃ本当に落ちるぞ、とかってやっぱね、計画見ることによっていろんなことやっぱ思うんですよね。で、それが勉強につながるんですよ。だから、見てください。っていうことです。で、あと、確認修正日をちゃんと作ってください。例えばね、弊社の場合はもう1週間に1回なんですよ。毎週、もう毎週っていうかもう、日々ね、メールは送ってるんですけども、毎週1回は必ず勉強できてますかっていうふうに、メールするんですね。で、できていたらもう OK です。そのまんまで OK。もしできていなかったら、じゃあ計画表を変えますか。なんでできていなかったのか。なんで遅れたのかとかね。そういったところも、確認をしながら、じゃあ、これから遅れないようにこういった対策考えていきましょうか、こういったことやっていきましょうか、みたいな感じで、アドバイスさせていただきながら、一緒に進めていくっていうふうにやっています。なんで、週に1回でも、2週間、週に1回が一番いいかな。でも、やっぱり、確認をする。で、その時遅れているのであれば、その分修正をかけるっていうふうにやっていくっていうことをやっていきましょう。これもね、やっぱり、スマホとかで、修正日っていうものを分かるようにした方がいいですね。計画表の中に修正日って入れてもらってもいいですし、確認日とかね、入れてもらってもいいし、週1だったらスマホに毎週ね、月曜日、確認日、計画表確認、計画表確認、計画表確認っていうふうに、毎週そこにね、スマホの手帳とかに入れちゃうとか、もう手帳にそもそも書き込んじゃうとかね、宅建勉強、計画確認とかね、計画表確認とかっていうふうに書いちゃう。っていうのも一つの手です。で、これもやっぱり見れるようにしとかないといけないんでね。だから、これも毎日見るようなものに、書いておくっていう方がいいと思います。だからどっちにしろやっぱりちゃんと見ないと、どっちも一緒なんですけども、見ないと意味がないので、やれないんでね。だから、見れるように常に、しておくっていうことをね、心がけながら、ぜひ作っていただければと思います。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタンもしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。